願いします。はい。ちょっとまず肩さから見ていきます。はい。あ、ぼちぼちありますね、硬さで、はい、じゃあ、肩から入っていきますね。はい、はい、失礼します。せっかく YouTube 撮ったんだけど、面白いこと言わんと。はい、面白いこと言わんと。結構面白いことってこう、普通になかなか出ないですよね。してもらっとるだけじゃん、言ったらでん。言ったらでん。言ったら、そう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 、突発的に言ったらでん。バズるのは突発的ですからね。ね。これバンバン実はマッサージしながら、え、誰にも言ってないことを発表みたいな感じのやつだけ言った方がいい。でもこれ顔出るけ言ったらやばいの、マジでやばい。もろバレです。もろバレです。いや、でもめっちゃ気持ちいいっすよ。力加減いい感じですね。めっちゃいいっす。ローガリー、嘘じゃないかな。シンプルに気持ちいい。シンプルです。もうごくシンプルです。これ何分ぐらいしてくれるんですか。あ、やろうと思えば、まあ最大で15分ぐらいですかね。大体それぐらいではもう、取れるんですか。ほぐれてきます。まあ短い人で10分以内かな。まああんまり凝ってない人ですね。でもこれであれば結構、その硬さありますんで、凝っては凝ってます。シンプルに気持ちいいところです。めっちゃ気持ちいいです。もう僕バイトしてるんですけど、はい、はい、同い年の先輩に毎日しばかれてる。はい、いい感じに上下関係食らってるんですね。そうなんですよ。まあ、物言えないんで。ああ、まあまあしょうがないね。本当、こっちの都ね。ってことですです。はい。おお、なるほどなるほど。また大変ですね。毎日顎で使われる接客業、はい、接客業大変ですもんね、本当ね。やっぱしょうがない。毎日顎で使われて、はい、もう言ってもないことを言われて僕悪者にされて、はい、ノリですからね。そのノリで僕毎日精神的にも大事だからこんな多分凝ってるんですよ。あ、サービス業凝りますよ。そうっすか。はい、間違いなく凝ります。サービス業は精神で効きますんで、やっぱやっぱ胸張っていくことですね。胸張っていくことです。猫背とかもあるんですか。あります。ちょっと猫背なんですよ。はい、なんか そういった物運んだりとかのサービス業。いや、違いますね。ほう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 。なかなかね、いろいろあるからな。物運ぶか、運びますね。飲食ですです。ですよね。自分も昔は飲食やっとったんですけど、料理の方できついっす。大変ですよね、やっぱね。お客さん仕事ってやっぱ大変なもんですよ。お客さんに文句言われたりとか、はい、いやストレス溜まると思うんですけどね。やばいっすよね。もうそこら辺はプロ意識で頑張っていかないとダメですよ。怒られたら超へこみますけどね。へこみます。3日ぐらい引きずりますもん、ね。はい、頑張ってください。首いきます、はい。じゃあね、ちょっと頭上げますね。今日何人ぐらいやったんですか。これで今4人目かな、ちょうど。YouTuber って、はい、YouTuber だけですか。あ、いや違うっすよ。普通に仕事やって、はい、マッサージの仕事しますよ。あ、そうなんですか。プロっすね。ですよ、もうプロですよ。そこもやります。今日お店が終わってから、はい、ちょうどこっち来てやる感じですね。10時ぐらいから。明日お仕事お休みなんですか。いや、仕事です。大変ですね。毎週土曜日やっております。毎週来ようかな。毎週。あ、でもね、結構リピーターの方とかもね、いらっしゃいますよ。あ、そうなんですか。はい、ちょうどこの間、タイミングが合えばですけど、はい、先々週ぐらいに、はい、後輩が、はい、これやってもらってたんですよ。本当ですか。はい、ここで、はい、あ、本当ですか。あ、それは聞くんですよ。で、はい、僕こんなんおるんやって思って、はい、で、今日パッて見たら、はいはい、え、おる、おる。タイミングいい。俺もやってもらおうと思って、めっちゃ気持ちいいって言ってて、ね、はい、そいつも、はい、いや、もう働いてる人みんなね、やっぱどっかこう疲れは持ってるもんですよ。もうね、体なりね、心なりいろいろありますね。こういった癒しもね、たまには必要かな。まあでも首はまあそこまででもないかな。比較的こう肩の方が硬いですね。僕
筋肉とかじゃなくてですか。ですね、まあ筋肉もあるんですけど、本当にいい筋肉っていうのは柔軟なんですよ。柔らかい筋肉、スポーツマンとかちゃんとストレッチ効いてるから。決してく筋肉あっても動かないとかしてくると筋肉硬くなってしまいます。はい、じゃあ悪い筋肉です。しょうがないです。もうそんなこういうねサービス業とかはもう特にあの固定した姿勢が多いんで、やっぱり猫背になりがちなんて、絶対にもう肩なんかはやっぱ、ね、ガチガチに、ね、張ってきます。意外とマッサージとか受けられますか。いやもう全然す、ね、受けたことはない。何回かあります。何回かあります。整体とか。整体とかね。うーん、また整体とこっちは違いますからね。これどっちかっていうと今やってるのはもうあのリラクゼーションですね。お店だって普通にあれですか。はい、手もみや本舗とかあるじゃないですか。ありますね。あんな感じですか。そうですね、基本的にはあれですね。ちょっとうちはちょっと違いますけど、あの指圧の方をやっていくんですけど、はい、またいいですよ。これはこれして調べたら出ます。出ます。セラピストチャンネル、はい、盛りなく公開されてます。見ます、ね、チャンネル登録してます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとせっかく来ていただいたんで、あの足もやっていきましょう。足臭いから大丈夫。大丈夫です。本当ですか。もう臭いめちゃくちゃ臭いっすよ。はい、全然大丈夫です。あーし、僕レンタロウさんの悪口めっちゃ言いました。失礼しました。こういきます。足にこう意外とやると気持ちいいです。こうやって動いた方がいいんですよ。寒いから結構本当ちょっとでも動かないと待機時間あったらやべえ、相当寒いって手が。いや、そんなことないですよ。好きや、これ好きやってます。完全好きやってる。また行こう。硬いな。すごい。足をこう立てます。ですね、ここら辺はもう普段分からんのですけど、やられたら分かる。このアク出しアクが出るみたいな感じで、本当もう本当これあの寝ながらやると一番いいんですけどね。うつ伏せ寝た状態でやるとすごい効率よくで、筋肉ほぐれてきます、ね。まあ、チェアやったらちょっと若干半減するんですけど、心理的には効果が、まあ、それでもこれぐらいできますよ。なんかもうね、みんな疲れてますね。そう、やっぱこれやってもらって終わって、はい、立つじゃないですか、はい、違い分かります。あー、ちょっと時間足りんかもしれんな。でもですぐ出る人は出ます。あの硬い人ほどなかなかね時間かかりますんで、やっぱ17人だったらちょっとで、ね、効果出ますよ。実際これぐらいあるんやったらこの足に10分以上かけたいな。正直両足含めてですね、はい。ぐらいですか。ポリとかあるんですか。はい。10年乗ったら平均とか上平均。ああ、コリの具合。1から10段階で5が平均の人としたら7。7ぐらいですね。やっぱあんまり受けられてないっていうのことだったんで、やっぱそこをまあこう課題ですね。比較的。ストレッチとかしてたら結構いいんですけど、嫌いなんですよ。ですね。温かない人ってね、みんなね、運動嫌いです。自分であんまりやりたがらないんですよ。あの他人にやってもらうのはいいんやけど。それはいいですね。はい。いやー、ちょっとやっちゃう。ちょっと。ちょっといいか、おかしくないな。じゃあ、その間に反対します。はい。はい。ちょっと寒いですけど。よいしょ。はい、本当ですか。見つかったら怒られちゃいます。なるほど。もう一回ですね、もう言い訳つきますんで。YouTube 出てました。中にはもしかしたらお店を宣伝する人もいるかもしれない。せっかく YouTuber ですからね。
ですね。本当足裏はね、本当やった方がいいんですけど、なかなか、まあ、こうでもこのままでもできるんですけどね、比較的。はい、じゃあこう立てます。よっしゃー。でこっちも行きましょう。よし、左の気持ちです。じゃあ軸足がこっちですね、比較的。はい、もしかしたら靴のかかとも減るのはこっちも早いかもしれない。いろいろある。これであれば多分背中も硬いんだろうな。背中めっちゃ、腰めちゃくちゃ痛む。ぎっくりとかは？うわ、ないんですけど。あ、そういうのはない。原理症なんですよ。あ、また持病持ってますね。全身ほぐしたいですね。欲を言うならば、ちょっとあの時間ストップって。来週ぐらい待ってもらいます。あの、できることもないんけど、まあ、これもあのベンチとかあるんですけど、段差があるんですよ。あ、ベンチがね、あの耐えられたらできることないなーって思えたんで、ちょっと無理だ、ここら辺は。仕事は今ね、ちょっとしたサプライズ。まあ、せっかくあの先週見てくれ、あの先週か分からんけど、後輩さんね、自分も受けたっていう意味やった。言ってきます。はい。こいつも今日飲み出てる。あ、本当ですか。じゃあ会う、もしかしたら来るかもしれない。あ、タイミング次第ですね。ちょうど飲んでたら、自分もここ俺のは2時間ぐらいなんですよ。2時間半ぐらい、だいたい10時から夜の12時半ぐらいまではこうやってますんで、はい。じゃあ最後にちょっとあの肩回りやって、腰も見たいな。よっしゃ。はい、じゃあ最後にあの肩回りやってまいりますね。はい、じゃあまた、また覚えておきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。